はい、再びジャンク巡りをしていたんですが、ですね、まあポリステーションみたいなのには出会うことはできませんでしたが、見慣れたこの派手なブロックのキンキン感があったんですけども、まあジャンク扱いで500円だったんですが、なんかこう何が入ってるのかよくわかんないですね。マリオコインしか書いてなくて、微妙に反射して眠たい自分の顔が映ってるのが何とも切ないんですが、もう日付が変わって次の日になってます。午前1時という時間帯ですが、お、これは、あ、重たい。しかもなんかチェーンがついてますね。このチェーンは何ですかね。これ何も書いてないんですよね。何ですかこの重たい四角いものは。あ、裏側ブロック、表はハテナブロックになってますけども、これ押すのかな、硬っ。なんだろう、キノコみたいなのがついてますけど、これはチェーンですね。多分押すんだと思うんですけど、あ、いたいた、あ、時計みたいですね。もうちょっとかっこよく、ちょっと中指損傷してるんですけども、こんな感じでシャーと、ここまでしか開かないんですかね。懐中時計か、懐中時計ですね。うん、もうちょっと開くといいんですけども、まあ、あー、背景にコインだったりマリオがね、ツルハシじゃなくて何だっけ、ツルに乗って登ってくるシーンのマリオがいましたけども、ちょっとなんか針もゴールドですので、若干見づらいかなと、針が気もしますが、電池が入ってないのか動いてませんね。ネジ穴っていうかネジが見当たらないぞと。どっかから開けるのだろうが、電池交換不可とかいうオチはないですよね。これでもどっから開けんだろう。こういう、なんだろうな、溝が気になりますけど、どうですかね。ちょっともう、だんだんもう2時に近づいてて、しょぼしょぼしてきましたけども。まあ、どうしよう。頭が回らない。あ、こんなとこに説明書が。ちゃんとですね、任天堂公式ライセンスですね、これね。許諾証までもらってます。お、なんか電池のやつ書いてありますね。SR626 ですね。うんふんふん。時計の合わせ方とかありますか？交換？電池の交換は時計店で？そうなの？そうか。なんか絶対どっかにあると思うんですけどね。うん。これね、引っこ抜いて、あ、時計、時刻合わせができますね。このキノコみたいの、ポチュッと押すと固定されますというか、その時刻で動き出すようですが、現在電池がないため、明日買ってきます。もう2時近いので、寝ます。おやすみなさい。あっという間に朝です。何時に寝ようが朝6時には起きなきゃいけないので、今日はいい天気ですね。では早速昨日の続きをやっていきたいんですが、どう見てもこの表側には電池入ってないですね。このブロック側が怪しい。ですね、どうだろうな、どっかに絶対あると思うんですが、ん？ここだけなんか、どうだろう。あー、でも違うか。あ、この隙間は表か。ん？ここにわずかながらなんか隙間が空いているぞと。こっち側よりもかすかにこう削れてるんですよね。ここ怪しい。ここ怪しいぞ。よくスマホとかを解剖するときに使うこれですね。これでこじ開けたいが、ちょっと中指が痛くてですね中指痛くてですね、こっち側の方がいいのかな。力の入れ加減が難しいぞと。なんか開きそうなんだよな。しかし金属なんで、相手がプラスチックのこっちの棒はね、負けてますね。あ、少し削れたあ、痛いが開いた。
電池らしきものあった。ありましたね。ちっちゃ。よく時計に入ってるやつですかね。このホワイトのカバーが取れるはずなんですが、どうだ。こいつこいつ。お、浮いた。浮いたぞ、あれ。なんか下と貼り付いちゃってる。これは貼り付いちゃいけないんだよな。あ、ちょっとやっぱ劣化してて貼り付いてただけかもしれませんが、無事取れましたね。これで電池にアクセスできますね。ちょっとなんか、カビなのか何なのか、若干気になるところがあります。まあ、500円なんでね。動けばラッキー。まあ、動かなくてもなかなか嬉しい。あ、意外と取れる。あれ、溝にはまっちゃった。あれ、あ、いたいたいた。ちっちゃいなぁ。よかったよかった。壊れてないですね。で、ダイソーで買ってきたこの SR626、酸化銀だよね。これを早速入れてみたいと思います。改めて持ってみるとやっぱちっちゃいですね。これを的確にここに入れなければいけません。どうでしょう、入るかな。ちょっとこの角度はやばいか。もうちょっと垂直に入れたい。あ、入った。あっさり。さっきが下手すぎたと言ったとこでしょうかね。で、さっきの白い謎の蓋をしてですね、これをカチャッとはめればいいんですが、これはなんでこんなでかいんですかね。なんかを振動とかで取れるのを防いでるんでしょうか。やけにでかいやつです。どうでしょう、動きましたかな。お、秒針動いてる。見えるかな。昨日の夜も言いましたけど、ゴールドなんだね。で、一応今確認しただけなので、こいつで最後蓋をしてですね、終わりにしたいんですが、どっち向きだったっけなって忘れちゃうんですが、確かこっちですね。ギュッギュッと押せばいいんですけど、あれ、もう入っちゃった。取るときえらい大変だったのに、あっさり入っちゃうもんですね。どうなんでしょう、これ。途中でパカなんか取れたら悲しいんですけど、大丈夫そう。よし。溝が、隙間はできてないね。これで完成ですね。しかしですよ、針が当てないので。時刻を合わせたいと思いますが、おおよそ10時ですかね。こんな感じか。まあ電池交換そのものはそんなに難しくなかったですね。終わってみたら、この手のものを知っている人であれば、もしかしたら開ける場所も知っていたのかもしれませんが、自分はほとんどネジとかしか知らなかったので、ちょっと一瞬どうすんだと思いましたが、なんとですね、2日かけてというかまあ時間としてはそんなに経ってないかなと思います。マリオの懐中時計だったみたい。はい、いかがだったでしょうか。まあイカもタコも何でもないとは思うんですけども、単なる懐中時計といったところでしょうか。まあ動かなかったので500円という値がついていましたけども、Amazon で調べるとなんと販売してますね。1700円で2018年10月現在発売中といった感じですけども、まあゲームハードには出会いませんでしたが、楽しめたかなと。ではまた。